カーラの話か、次は。なかなかね。お久しぶりですね。お待ちしていました。だいぶ久しぶりっすね。行こうか。ストーリーチャートにアクセスします。尋問で当てどなくか。金髪があれなんだね。前回は普通に黒にしたんだけど、黒にするとあれだよな駐車場。俺はそう、車に止まったんだよな。コンビニか。他の選択肢は、長いやな、必ずここ長いよな。まあ、しゃあないっちゃしゃあないけど。コンビニ強盗しないといけないかな。信用されてんのか、嫌だな。いやでもまあ嫌だからこそ先にやろう。コンビニ強盗と、あとは どこかに泊まれる場所はありませんか。いや知らないな。さあ、ほら降りて。結構久しぶりだな。アリス、平気？泊まれる場所を見つけようね。さて、アリス、急ぎましょう。コーヒー。
うん。朝まで開かない。ダメか。止まれない。見つかるかもしれない。お金が必要。安全。どうやって中に入る？見つかることはない。助けを求める。ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。ワイヤーカッター。ワイヤーカッターか。ワイヤーカッター？ちょっと待って。俺が奥？なんか入れなかったっけ？ああ、ここそういえばなんかこいつ教えてくれんだよな。おらんがや。あ、どこ行った？え、どこ行った？おらんこと、え、あ、あれか。あ、違う。え、あ、いない。おらんことない。あ、あれ？あ、あれか。アリス、体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい？行くあてがないの。この人を頼るといい。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。まあ教えられたとこも結局はっていうね。行こう、アリス。あいつはどう思ってたんだろう。騙すっていう感じじゃないよな、多分。でも行くか。車の中で寝たんだよね、前回は。スチャチャおらー。
うん。あ、ペンチ？ワイヤーカッター。あれ、俺前回取ったっけこれ。アリス、下がってて。GTO。うん。ここなら濡れないし、誰にも見つからない。ここで寝るのは嫌。他の場所はないの？そうね。他の場所を探そう。ふん。切る。これやったっけ前回。気をつけて。持ち上げてあげるのか。指の置き方ちゃんと。大丈夫、ちょっと見てみるだけ。俺来た？前回ここ。お、なんかある。ちょっと待て。なんか3つぐらい。ここと、ああ。待て、勝手に押しちゃった。お、春坊、こんばんは。何のおめでとうだ、それは。なんかあった、俺。ありがとうって言っとくわ、とりあえず。これお家で寝られんじゃない？開かない？道具が。アリス？アリス？12月12日だからね。俺関係なくね。うお！ちょっと何してるの？ラルフに。お客はいらない奴らは、ラルフをいじめる。バッツの誕生日だね。空き家だと思って一晩泊まりたいだけなの。客は危険だ、ラルフに。こんなことをした。ああ、お前もか。変異体か。心配しないでいいわ。傷つけたりしないから約束する。ごめん、悪かった。たまに制御が効かなくなるんだ。怖くなってたまに悪いことをしてしまう。ひどい目に遭ってきたんだ。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。止まっていけばいい。手出しはしない。わかった、今晩だけでいい。ほら、お、さあほら、こっちだ。大丈夫かこいつ。逃げてからずっとここにいる。外に出ないからバレてないんだよ。たまに人間が入ってくるんだけど、そういう時は隠れてるけどね。嬉しそう。
していってくれ。ラルフは隣の部屋にいる。一緒にいたいけど、やることがあるから。なんでやる。アリス、明日になったらもっといい場所を見つけるわ。それじゃあ寝る用意をしましょう。こえー、子守の旅に出る。火を起こすわね。行ってらっしゃい。あいつ怖えな。なんかおかしくなってナイフ振り回しそう。全然展開違うな。マッチ。枕とちょっと怒りっぽいけど、辛抱っていうか9時には寝るんだっけ、子供と一緒に。すごく健康体。ああ、あいつここにいるんか。あ、RA9 来た。ちょっと待って、2階行ってみようぜ。上は何もないんですかね。あいつてかやることあるって、あの何、うん、いけないのかそっちは。ここ何もないのか。まあ一回通してるからこそわかるけど、RA9 か。話しかけてみる？何？ RA9 どういう意味？え？壁の文字をなぜ書いてるの？わからない。わからない。カイロが行かれちまったのか。この段階多分初見だったらさ、なんかもう頭おかしくなったみたいな感じに取れるよね。こっちはいけん。 I'm alive、 私は生きてる。ああこれか。ベキーっておらんのか。入る？それこっちけ。ラルフはでもこのゲームって悪いアンドロイドいないんだよな基本的に。だいたいかわいそうなやつ。す、あ、タッチパン。とりあえずでも寝ましょう。粗末だけどでも暖かくはなるはずよ。とりあえず暖は取れる。
風邪ひいちゃうからね。パパは私が嫌いなの。どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの。悪い子だった。だからいつも怒られるの。家族になりたいだけなのに、愛してほしいだけなのに、幸せになっちゃダメなの。わからない。置いてったりしないよね。ねえ、約束して。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒よ。ぐっすり寝るのよ。横になると危なくない？そっとしておこう。ちょ、ラルフが怖いんよ。そばで寝てあげた方が良かったかな。お、終わりか。ん？一晩の宿。とりあえずいい感じなのか。車よりは何個あるんだろう。1、2、3。あ、3つあるんだ。で、これが俺が選ばなかった。ここでさ、約束しないなんて。できんでしょう。じゃあコンビニと、あとあれ、もう一つ一晩やり過ごす方法があるのか。あ、次マーカスか。あれを思い出しますね。あの日暮らしのさあ、最近日暮らし見てっからよ。てっぺいストーリーチャートにアクセスします。おっと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 。じゃあ行こう。このダラズ、あのね、結構好き。クソだけどね、キャラクター自体。長いぜ。
利用いただき誠にありがとうございます。なあ、終点だよ。終点ですか。ああ、降りてくれ。あ、そっか、あのワイヤーカッター使うところか。降りないと。しゃあね。どこかに泊まれる場所はありませんか。いや、知らないな。さあ、ほら降りて。やろうと思ってて忘れちった。あのラルフが出てきて。平気？泊まれる場所を見つけようね。今回は中間がねえかな。アリス、急ぎましょう。ん？どこかこの辺りに泊まれる場所はない？なんてこった。これコインランドリーだっけ？す？ここだったら温まれるわね。ああ、これか。ミツバチの過労死ね。ん？ああ、外か。やりたくねえ。盗む。ごめんね、アリス。でもこうするしかないの。こっちも行くんか。こいつの。おお、図に乗り寄る。2枚目。他にあれか。ごめーん。嫌じゃろうな。
あれ合ってなかった。うん、これはやりたくなかったけど。ごめんな。仕方がないんや。俺はこれを見ていない。ここ止まれん、止まれ、あそこなら止まれる。金でもねえんだよな。アンドロイドお断り。入らないの？入れないの。お金がないから。ここは40ドルないと止まれないのよ。40ドルっていくら？40ドル手に入れる。これでコンビニか。なんと。コンビニこれだっけ？ああ、こっち行くと自動的にそこ行くんだな。登れないんだ、そこ。アリス、体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい？行くあてがないの。この人を頼るといい。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。行こう、アリス。一体いくらなんだろうな。400円ぐらい。まだ空いてる。中に入りましょう。ここなら寒くない。どうしました？おお。私たち行くあてがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか？あのな、悪いがここはコンビニで慈善団体のオフィスじゃない。気安くホームレスに金をやるわけにはいかないんだよ。レジから金を盗む。あ、監視カメラ。違うのか。チョコレート？とりあえず戻すか。時じゃない。じゃあ全体をちょっと見てみようか。何があるのか。これはクリームとかか。うん。ん？何？おもちゃ。おお、いかんいかん。行き過ぎた。こっちは？ん？野菜、果物。ん？ああ、チョコか。
これか。監視カメラがこのアングル。生きていくためだ。この位置は？ぬいぐるみも？これでもでかくね？すっ。おい、お前何してんだ。ほら、さっさと戻せ。ごめんなさい、私分かったから、さっさと店から出ていけ。行きましょう。ぬいぐるみはダメ。大丈夫よ。泊まれる場所は見つけるから。$40。$40をコンビニから盗むっていう400円。ここワイヤーカッターで切るんだべ。ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけ、ここなら見つからないでしょ。ここじゃない、ここさっきのあれ。ワイヤーカッター。いや違うよね、こっから入るだから。じゃああれだ、あっちのラルフがいた方に行って、でパッチン持ってきてって感じかな。ラルフ・ウェンズで。このゲーム指ちゃんと引っ掛けないとな。中指をL2、R2 に引っ掛けて、 L1、R1 かに、ね、人差し指を引っ掛けるといい感じ。行くぜ。 Hey Alice。お前何してんだになるのか。でここでスッ。とな、るほどね。大丈夫？ええ、かすり傷よ。気をつけて。大丈夫、ちょっと見てみるだけ。あれ？一緒？一緒だ。
ダメか。こっちから来るか、そっちから来るかの違い？やっぱコンビニであれか、金盗んでモーテルで寝る選択肢ってことかな。このでもラルフに遭遇するやつが多分正規ルートになるのかわかんねえけど、盗みはやっぱしたくねえよな。アリス、アリス、ちょっと何してるの。ラルフに、お客はいらない。奴らはラルフをいじめる。うん、人間に何されたかは知らないけど、この子は関係ない。人間はラルフをいじめる。でもラルフは二度とそんなことさせないんだ、絶対にね。うん、見て、私もアンドロイドよ。怖がらないでいい。一晩だけ止めてほしいの。客は危険だ。ラルフにこんなことをした。今夜はここに泊まらせて、朝には出ていくから。ごめん、悪かった。たまに制御が効かなくなるんだ。怖くなってたまに悪いことをしてしまう。ひどい目に遭ってきたんだ。また同じ目に遭うのが怖いんだよ。止まっていけばいい。手出しはしない。わかった、今晩だけでいい。ほら来て、さあほら、こっちだ。逃げてからずっとここにいる。外に出ないからバレてないんだよ。たまに人間が入ってくるんだけど、そういう時は隠れてるけどね。おいで。超嬉しそうやが。おいで。ゆっくりしていってくれ。ラルフは隣の部屋にいる。一緒にいたいけど、やることがあるから。RA9。 アリス、明日になったらもっといい場所を見つけるわ。それじゃあ寝る用意をしましょう。火を起こすわね。うん、あ、バレずに盗むってのがある。缶の山を崩した後、店員がレジカウンターを離れた隙にそこを狙ってレジから金を盗む。あ、バレねえんだ。あとそれやるにはモーテルで服盗まないといけないらしい。いやー、きつきっちー。本当にやんないとダメそれ。嫌なんだけど、まあまあ嫌なんだけど、まあそうしないと、もう一個の、いや、モーテルに泊まるルートがあるみたいですね。それで三つ、うん、それで最後らしい。そうなんだ。40ドル、4000円ぐらいかな、5000円ぐらいかな、わからん。ドルはわからん。タバコが吸えばもうちょいでなくなる。とちまちま吸ってる。うん、特にいいもんだとは思わん。
俺は多分タバコ依存はしないな。さっきじゃあ見れなかったやつ見るか。じゃあ粗末だけど、でも暖かくはなるはずよ。一緒に寝ようか。じゃあ、うん、ずっと一緒は。パパは私が嫌いなの。どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だった？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに、愛してほしいだけなのに、幸せになっちゃダメなの？わからない。置いてったりしないよね。ねえ、約束して。うん、アリス、先のことはずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒よ。お母さんよ。分かった。これが多分ベストっぽいな。うん、終わり方としては。はい、いろいろやったの。巡ったの、いろいろ。ここがスカスカ。コンビニ内か。やれっことあるんだね、いっぱい。で、これでモーテル。で、あれか。止まってって感じか。もう一回だけ続くんじゃ。ちゃんと今度はじゃあ調べてみてみようか。どうやってたどればいいんだ。コンビニ14か。14コンビニ入って、うん、チョコレートを盗む。商品を2つ以上盗むと25へ。 25? あ、万引きに気づく。ああ、これで、あれか。2個万引きしちゃったからか。え、ワイヤーカッターあんの？ワイヤーカッターを盗む。へえ。と、じゃあ、盗まないで、缶の山を発見した後、アリスに頼み缶の山を崩してもらう。あ、そういうあれなんだ。はい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 。うわ、なんか、なんか、ストーリーチャートにアクセスします。なんかやらせたくねえな。仕方ねえな。
カリスに手伝わせちゃうのか。こことか飛ばせねえかな。3回目か、はい、2個取っちゃダメなんだなあ。終点だよ。終点ですか。ああ降りてくれ。起きて降りないと。私たち行くあてがないんです。雨も降ってるし、この子もクタクタ。もう少しいさせて。バスは車庫に戻るんだ。悪いけどそういうわけには。アリス、平気？泊まれる場所を見つけようね。ふと思ったんだけど、すごいどうでもいいこと。エデンズクラブあるじゃん。あの衛生的には素晴らしいよね。急ぎましょう。うん。性病の心配も、あの、あとあれ、避妊もしなくていいって、すごく最悪なことを言ってるような気がする。すいません、ふと思っちゃいました。じゃあ、エルデンズクラブ行くか、俺も。アンドロイドの方がいいぜって、やつ。アンドロイド最高って。温まれるわね。言うやつ絶対出てくる。人間の女なんかダメだねっつって絶対出てくる。何してるの？私たちのじゃないよ。分かってアリス、暖かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんて、そんなのダメ。ごめんねアリス、でもこうするしかないの。コンビニのワイヤーカッターってどこにあるんだろうな。バスケットボール選手みたいな。これ2枚目も行くところあれだよな。俺ミスったの今。もう一回遊べるドン。
悪いの兄ちゃん。でコンビニな。コンビニ店員に話しかけない選択肢。モーテル。あそこなら泊まれる。40円。入れないの。お金がないから。ここは40ドルないと泊まれないのよ。ちなみに僕の部屋は1日40円でお泊まりさせてあげましょう。部屋余ってんだよな。寝室使ってねえんだよな俺今な。たまにね友達泊まりに行くんだけど、もう最近はあのいろいろあってね、ちょっとお泊まりはなかなか難しいんですけども、てか部屋掃除しないといけねえんだよな。遊び部屋すげえ汚くなっちゃって、汚いやつが散らかってんだよね。寝室をきれいにしてスペース作ればいろいろ何とでもなりそうなんだよな。あれ？あ、そっか。あれやってなかったか、まだ。この位置から見るとね、あんまりアリスに見えねえんだよな。どっかのアンちゃんかなって思っちゃった。アリス、体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい？行くあてがないの。この人を頼るとに。こいつってさ、あのマーカスの仲間のあいつっぽいんだよな顔。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。うん、早すぎる。行こうアリス。今度こそモーテルに泊まるんや。下道に身を落としてもこの子だけは。お店がまだ開いてる。中に入りましょう。ここなら寒くない。これあれさ、どう、あ、ここにあんのか、もしかして。ワイヤーカッターあるんだって、ここに。ん？あ、なるほど。ここに、あっこで拾ってなかったらってことか。これ？あ、あのワイヤーカッターのあれか、フラグ立ててねえからか。ああ、話しかけないとダメか。どうしました？いいえ、なんでもない。アリス、やれ。
ってことやろな。ここで話しかけるコマンドが、アリス、お願いがあるの。あそこの缶が見える？あの缶を倒してほしいの。缶を倒す？なんで？いいから、私を信じて。大丈夫？この瞬間にその隙に乗じて、ああいいんだよ、ただの缶詰だろ。落ちて音が鳴っただけさ。優しいおじさんごめん、優しいおじさんごめん、全然怒んなかった。お金は手に入れた。私を使って盗んだの？ねえ、どうして？信じてたのに。分かって、アリス。ああするしかなかったの。ひどいよ。これ一番きちい。おじさんいい人だったのに。どうも。どうも。空いてます？前払いで40ドルです。これさ、服盗んでなかったら、名前と住所、服盗んでなかったらあれだったんだね。シャカシャカシャカ。免許証を拝見しても？ああ、ええ、もちろん当然持ってきていますよ。ほら、そのそうですか。まあ明日でいいですよ。いいんだ。おやすみなさい。おやすみ。ほら行くわよ。ここでなんとか。信じてくれたかな。さあどうだろう。でも今夜は暖かくできる。やっぱ盗みはねさせたくなかったからな。これきちいな。アリス使うってとこが来るな。これでもあれだよな、次さ、前はさ車で寝たじゃん。次の日の始まり方変わるよな。ああ、じゃあ3パターン見ないとダメか。少なくとももう一回あれだ、ラルフのところに行って、あっこで寝たら朝どうなんだろうな。ほらコート脱いで。ほんで髪切ってな、髪の色変えて。
この髪型すごい好きなんだけどね。モンコール語。あ、そうか。ここでか。違った。見た目変わるんじゃないのか。はん？来るね。まだ俺にも良心っていうものがあったらしい。服を脱がないと濡れてるでしょ。お風呂入りましょう、とりあえず。お風呂で乾かしておくわね。ああ、そんでこっちか。こうなるんだ。パパは私が嫌いなの？どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけないの？悪い子だったのかな？だからいつも怒られるの？家族になりたいだけなのに。愛してほしいだけなのに。幸せになっちゃダメなの？わからない。置いてったりしないよね。ねえ、約束して。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒よ。このルートだと余計にあれだよな。あの、分かっててさ、あえて悪いことをしてでも守ってあげたいっていうあれが際立つよね。余計に切ねえなあ。おい、全部あのクソデブが悪いんだよ。あのクソデブがよ、マジで。コンビニのおじさんいい人だったら怒るじゃん。だって普通ガシャーンってなったらいい人だったなあ。かもしゃあねえ。マーカスのやつ早いから、とりあえずじゃあマーカスのやつ終わったら今日終わりですかね。ああいう感じなんですね。朝起きるところが、3パターン見ないといけなくなるのかな。まあ、絶対変わるもんな。あっこはじゃあ3パターン見るか。マーカスそうだよ。こっから始まるんだよな。足がそっか、両足が。自己診断。耳か。
マーカスはルート自体は1個なんだよな。あれ？ちょっと待って、これ中間あるっぽいぞ。これ中間だよな多分。で俺上のやつ見てないっぽいんだよな。7と9見てないんだ。ちょっとじゃああれかな、いやせっかくなら最初からやるか。2回見ちゃった。四角ユニットで、ああそっか、ここなんだっけ、ブルー、そう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 、で足か。7と9を、ああなるほど、まだ生きてるアンドロイドから奪うか、もう死んだアンドロイドから奪うかって書いてある。俺が前やったのは、四角、死んだアンドロイドのポンプ、ああこれであれか、生きてる方ってことか。うん、そうか、7、互換性あり。ふっふっ、これあれ好きなんですよね、あの耳が治る瞬間。部屋掃除するか。あとあれだな、空の円弧始めないとな。意外となんとでもなるよな。ゆっくり上がるとこいいよな。ガビてる。バイオハザードとかありそうな。ヘビーレインとか、そういえばビヨンドとかもやってないからな。あーここなー、助けを請うてるのかこいつらは。
これまだ資格ユニット取ってないから、シリウム、交換なし、下半身だけで歩いてるぞあいつ。地獄だな。ちゃうのか。ああこれあれか、入れちゃうのか、これで。ちょっと待って、入れちゃうよねだってこれ。ああじゃあダメだな。生きてるやつからシリウムポンプ奪うっていうのがあるらしい。あいつの取っちゃダメなんだ。ストーリーチャートにアクセスします。あれこれあれダメなのこれ。しまったー、くそー。あれできると思っちゃった。紛らわしいんだよなあれ。でかいからさ。生きてるやつってどいつだったんだろうな。ははとりあえず足、すいません、まだ最初からになっちゃいますけど。まあ、なんならこれやんなくてもいいんだけどな。せっかくだから飛ばすのはなんかやだよ。罰だっけ？うん。じゃあ難しい。
なんでひねるとき指離しちゃった。なんでここで2回も3回もやってんだ俺は。これは互換性ないんだっけ。とりあえず足 OK か。あ、ごめんなさい。明らかに何かありそうだもんな、こいつこの時点で。あいつでも最後の最後でさ、仲間を助けようとしたんだろうな。多分。っていうか、心臓の形になってんのか。あっこ今のとこで振り払わなかったらどうなんだろうな。これ四角は両方で、アイタイプがアイカラーがね、あーでも見れないんだ。ん？生きてるやつから取るっていうのがあんだけど、怖くなってくんな。
こいつか？こいつじゃない。とりあえず耳とポンプか。調べる。こいつ違うっぽいんだよな。あ、しまった。またこいつやっちゃった。離れられない、これ。離れられない、これ。まあ、しょねえか。いいか。うん。さすがにもう一回はやり直せない。この音戻るとこすごい好きで、あーでもな、生きてるやつからシリウムポンプ奪うってのはちょっと見てみたかったな。あ、今度リベンジするか。さすがにね、さすがにもう今日はいいでしょ。一番最後の最後に俺が埋めてない選択肢埋めるっていう気力が残ってればやる。うん。最後トゥルー見た後にこれ以上はもうってなったら、あのなんかどうなんだろうな。全部見そうだけどな結局。生きてるやつから奪うはちょっと見てみたかったですね。この状態か、あの状態がよくぞここまで。
好きっすね。今でもこうやって見るとさ、あのコートなんか、あのコートさ、すごいなんかあれだよね。そんな都合よくみたいな。はい。こんなもんすかね、とりあえずじゃあ。いやー、なかなかね、あれでしたね。ラルフってやつがちょっと怖いな。朝起きたらなんか暴走してなんかナイフ突きつけてきそうなんだよな。それよりもでも、ま、コンビニ強盗させたのがやっぱきつかったな。つれえよ俺、つれえよ。つわけで次回はコナーくんですね。